シミ亭2代目改めシミです。シミさんのねタックル紹介ということで、毎回毎回化石ロット、いや名刀ですかね、名刀っていうレベルで言うと、ゾロも口に加えたくなるレベルということで、今回はビッグベイトおよび強い釣りとかによく使ってるロットを紹介します。それがこれ、はい、言えるかな、コンバットスティックタクティクス TRFR って言うんですよ。知ってる人います？これ超古いからね、超古いんだけど、これは思い出も含めて、やっぱ釣りって思い出大事じゃないですか、俺にとっての思い出も含めていいロットなんですよ。こいつのスペックは7フィート4インチのエクストラ、ルアーの重さが2分の1から4オンス、ナイロンフロロが16から30ポンドで、 PE だと40から80ポンドね、ストロングロットなんですけど、これはね、俺はやっぱりビッグベイト、そしてフロックゲーム、あとはもうすんごいとんでもないカバーとかにテキサスとかジグとかを使う時にこれよく使うんですよ。このロットはとにかくね、現代のロットと比べると重いんですよ。ただ重いがゆえに頑丈、結構長いこと使ってるんですけど、もう全然折れないし、すんごいカバーからバスをこう持ってくるとかね、そういうパワーがあるんですよ本当に。で折れない、しかもなんだろうな、これもう本当棍棒なんですよね、カッチカチ、曲がんのこれっていうレベルなんだけど、でもこれ以上ティップがね硬くしたらいくらなんでも弾くよっていうギリギリのとこなので、しっかり乗るんですよ。でもこのバットのねスーパーパワーがあるんで、ハードなカバーでねうわーっと持ってこれる。これを使うときは俺はね、これコンクエストをつけてます。どうすか、かっこいいっしょ。強い釣りの時は対抗リール使うんですけど、なぜ DC じゃなくてコンクエストかっていうと、単純に飛ぶ、こっちのが飛距離が出るんですよね、 DC より。飛距離もやっぱりねおかっぱいなんで大事なんで、でっかいルアーをぶっ飛ばす、これっしょ。こういう釣りは楽しいですよね、やめられない。でかいのしか釣れないからね、コンクエスト使ってます。さあいかがだったでしょうか。俺はね強い釣りにはこういうのを使ってます。なので皆さんもね、夢のある1本2本3本もう無限とね、俺のようにたくさん思い出を作って楽しんでみてください。ということで今回紹介したタックルは、強い釣りに使う時に俺がよく好んで使ってるロット、コンバットスティックタクティクスの TRFR でした。またねー。